出てくれたキャラクターのグッズをくれたんだけど、これはキティちゃんのミラー、ミラー後ろが鏡になってるんだけど、ちょっと鏡だからあれだけど、鏡こうやって手鏡、鏡になってる、ここはで、これがシナモンのキーホルダーかな、マスコットキーホルダー、かわいい、かわいい、届いた。あとね、マメロちゃんのなんかタオル、タオルらしい、これ、このお肉型の、え、すごくない？めっちゃかわいいと思って、マメロ、マメロちゃん、マメロちゃん、マメロちゃんいる、もうめちゃくちゃかわいい。あとマスクもいただいた、キャラクターもめっちゃかわいかった。え、なんかキティちゃんとかはさ見たことあったけどさ、マメロちゃんとかシナモン多分見るの初めてで、ちゃんと直接見るのめっちゃかわいかった。もうね、なんだろうね、めっちゃ可愛かったんだよな、動作が、動きが全部可愛かった。マメロちゃんお手手がさ、こうこう触ってるのね、 こんな感じになってて、ポーズするときにキティちゃんは全部こう五本指だから、五本指かなのかな、あれこう若いっていうか、ポーズこうやってできるんだけど、マメロちゃんはこうやってて可愛かった。そう、指がさ、そういう感じの手だからこうやってってた、可愛かった。シナモンはもう手が届かないからギュッて握ってた、可愛かった、もう可愛い。可愛かったな。なんか怖いか、コイメンから教えはないよ、コイメンが一番だよ。可愛かった。そう、なんか廊下とかもキャラクターのイラストがいっぱい描いた壁で可愛かった。コイメンはいなかったんだけど、メルちゃんいた。かわいいね。今でも会ったことないんだよね、グリーティング行ったことないから。今日めっちゃ赤い目のコツいろいろ持って行った。フィルランド、いや遊べないよ、いやもう遊べないよ、フィルランド遊びに行ってるわけじゃないからね。さ、キャラピーはいましたが、何に？キャラピー会ってないよ。その、コギメンじゃない、間違った。シナモンと、マイマルちゃんとキティちゃんしか会ってない。めちゃくちゃ可愛かった。のグリーティング行ってみたいかな。でグリーティング、ピューロのグリーティングってさ、その日に何のキャラクターが来るか分かんないからな、あんまりいらんと思ったけど分かんないから、そのグリーティング、そう、いる日に行きたいけど、なんか
小気味のだけのイベントとかやってたりする、名前やってたりしてたけど最近やってんのかな、わかんないよ。小気味にあるみたいなイベント、でもそれも行ったことないから会いたいけどな。小気味、小気味と写真が撮りたい。ツイッターにさ、その今日持って行ったさ、小気味のグッズみたいな書いて載せたけどさ、あれ以外にも実は持ってたんだよな。そのいつも持ち歩いてるもの、ハンドクリームそんな使わないんだけど、なんか持ち歩いててハンドクリーム小気味のやつだし、なんだっけ、そのモバイルバッテリー、モバイル入れてるなんか巾着に入れてるね、その巾着も小気味の巾着載せてないけど、まだ他にも持ってる。今日本当はさ、小気味のトートバッグで行こうと思ったんだけど、さすがにちょっと荷物が多すぎるなと思ってやめた。リュックに全部入れたかったからやめた。僕もあったけど、そうマスクはさ、小気味なかったからさ、シナモンの、シナモン色が可愛くて、めっちゃ可愛い。ひなこはくるみちゃんとマイメロツイッターに載せた声も、かわいいマスクも、この色味が可愛くてシナモンにしちゃったんだよね。まあ、小気味はいなかったんだけど、そっぽちゃっことかキキララがいるのもあったんだけど、なんかシナモンのやつ色味がめちゃくちゃ可愛くて、この柄がわかる、めっちゃ可愛い。これこういうの好き、こっちにしちゃった。水色好きなんだよね、こういうなんかパステルっぽい水色も大好き。こういう色好き。シールクッキーもこういうの、シールの、あのラングドシャみたいなやつ、そうあれこういうのいないんだよね。でもモップくんは行って、モップくん食べたいなと思ってたんだけど、食べようと思ったらなくなってた。モップくん、モップくんも好きなの、モップくんも可愛い。モップくんはね、なんかトワルケットかな、こうなんかこう頭にか、頭にかぶってるクマのキャラクターなんだけど、モップくん、モップくんも可愛いんだよな。名前書いとき、名前、え、名前書けれるようなやつじゃないの、ラングドシャのやつは。名前書けれる感じのやつじゃない。人気あるんだね、モップくん。いや多分ね、なんか普通に適当に撮ったんだと思う、メンバー。多分モップくん好きなメンバーいるかな、知ってるメンバー少なそう。モップくん、マルモフミよりのモップくんめちゃくちゃ可愛い。ラングドシャの中にいるキャラクターだったモップくん、あポチャくんも好きだけど、キキララもモップくん好きだね。可愛い。でもオフくんはグッズが少ない、あんまない。可愛いんだけどね、全然持ってない。オフくんのやつ一個持ってない。あ、見ないんだよね、サンリオショップに持ってない。そんなにピューランドとか行ったら売ってるかな、ハーモニーランドとかピューロ。でも男の子の知らなかった。男、そう、シナモンはね、男の子、そう、子犬なの。子犬、そう、かわいいよね。シナモン、シナモンのさ、なんか仲間たちみたいなキャラクターもめちゃくちゃかわいい。ミルク
酸っぱいいるんだけど、シナモンの仲間たちみたいな、なんかカプチーノみたいなのもいなかったっけ。あ、もうこっち充電切れてるじゃん。まあ、いっか、いっぱいいるんだけど、みんな可愛い。おしゃべりしてる。あ、そう、それがミルク。そう、そのキャラも可愛い。仲間たちみたいな感じのキャラクターも可愛い、みんな可愛い。小姫のキャラクターも可愛いけどね、そのエビちゃんとか小姫みょんとか。バスタンとかいっぱいいるんですけど、みんな可愛い。お菓子のシナモンロール、お菓子の、あ、お菓子ケーキみたいなやつ、あ、食べたことあるよ、美味しいよね。え、てかあのさ、シナモンが好きなんだよね。あ、香辛料、こうなんていうの、風味付けとかでかけるじゃん、シナモン。アップルパイとか、そっちの方の、そう、スパイスの方のかける方のシナモン風味が好きな。あの、味はそんなしないけどさ、そんな、なんだろうな、匂いがいいじゃん。小君は男の子じゃない、小君は妖精。性別そんなしっかり決まってはないと思う、男の子ではないと思うけど、妖精、妖精、小君妖精。小姫は小麦粉の妖精そう、儚い、なんかこう、なんかびっくりしたりとか、何かこうショックなこととかがあったりしたら散っちゃうの小麦粉だからそれも可愛いんだよな、儚いのが可愛いんだよ。おにぎりになりたいね。そう、小姫の将来の夢はおにぎりになること。でもおにぎりが何なのかも分かってないの。その小姫におじいちゃんがいて、小姫のおじいちゃんがそのおにぎりがすごい美味しい食べ物みたいな、確かそんなんだよね。あ、こっち充電ないんだった。そう言ってて、おじいちゃんからその話を聞いて、小姫はおにぎりになりたいっていう夢がある。でも、その何がおに、どんなの、おにぎりはどんなのか分かってないっていう。あ、本当は555日ゾロ目うん、小夢の仲間たちはみんなその小麦粉で、小麦粉での料理たち、料理たちなんていう、パスタとか唐揚げとかピザとか、そう、パン、チョココロネ、チョココロネっていうキャラクターと、あと何言ったっけ、たこ焼き言ったっけ、たこ焼きとか、エビちゃんはエビフライ、小麦菜だっけ、
やばい、違ったっけな。確かそんな感じの仲間たちのことをしたって言わせて、違ったっけ。うん、あ、うどん、うどんもいる。あ、餃子、餃子もいるね。餃子がいいっすね。餃子、うどん、うどんさん。そう、いろいろいる。コギムーナ、コギムーナか。わかんない、あんま言わないからそれ。コギムーナか。コギムーナ、いや、コギムーナが住んでるさ。え、なんだこれ、すごい、めっちゃなんかさっきのギフトめっちゃ回ってた。なんで、コギュンが住んでるアパート、アパートだよね、あれみたいなのが、なんだっけ、なんか似てるんだよな、そのなんかコギムーナと似てた、なんたらコープみたいな、コギムコープか。コギムコープ、アパートだっけ、マンションかな。クギムーナの女の子、あ、女の子だな。やばい、ちゃんと設定されてた、女の子って。クギムーナがさ、あ、そうだ、小麦粉の妖精で、クギムニストだっけ、がそのもう料理になった方だから、パスタとかさ、え、そうだよね、え、確かコギムニストだっけ、なんちゃらニストっていうのは覚えてるんです。確かそうだったが、そう、なんかその料理になった方のキャラクターたち、料理のキャラクターたちがそっちだ、そうだそうだ、妖精がコギムーナ、そう、コギムーナアニメがあるんだよね。アニメがあるからすごいさ、こういうのがすっごいいろいろあるの、そう、それ設定っていうか、そういろいろ決まってる、その彼がね、ここに住んでいたよみたいなやつとかが、コギムーナ、そう、アニメがあるんですよ。今日は違う T シャツ着てる。いつも違う T シャツ着てるよ。確かに今日は初めて着るこの T シャツ。コギミュンの。え、そう、コギミュンアニメがある。そう、だからいろいろなる。キャラクターも多いし、出てくるキャラクター。コギミュンニスト。あ、合ってた？よかったよかった。コギミュンニスト。アマプラ、アマプラとかじゃない、いや、なんか普通に YouTube で見れるはず。確か。でもこれ、充電がなくってさ。あれですればいいか、モバイルで。YouTube で確か見れるはずだな。あったはず。YouTube。今から充電しても今ゼロの状態だからすぐ使えないけど。後で見るか。ついてる。確か YouTube のはず。オープラとかじゃなかったはず。YouTube でなんか見たことある。何回か。全部見たことないんだけど。DVD とか売られてたりとかしてた。T シャツ持って、こう、なんていうの、フロント、前はコギメンって書いてあるだけで、後ろはコギメンが散ってるやつ、
白い焦げ目が散ってる。散ってる時の焦げ目。全然なくなってた。11月5日小姫も誰の誕生日。小姫はコナの日だから5月7日だよ。合ってるよね。5月7日のはず。コナの日コナの日。小姫が歌ってみたと思ってる。小姫そう、小姫の歌ってみた。めちゃくちゃ可愛い。なんだろうな、癒されるかわいいんだよな。コギンめっちゃ YouTuber みたいな投稿してる。歌ってみた。YouTuber。 ちょっと待ってね。さっきつけたばっかだからまだ食べた。もうちょっとだとないと。そこ言うの歌ってみた。ちょっと可愛いから聞いてみて。エイトの日のお話。エイトの日のお話。今日の話どんなの来て今日。でも今日はとにかくそのシナモンとキティちゃんとマーメロが可愛かった。もう本当にただそれ。もうね、もうメンバーがもうずっと可愛いって言ってた。もう可愛い以外がもうみんな言ってなかった。可愛いしか言ってなかった。見たらもう全部が可愛かった。知ったらどうやって再生するの。普通に戻ってくるよ。普通にもう普通に本当に可愛かった。でもそのあ、これのもうついた。小姫のやつ見てみようかな。多分ね、 YouTube にアニメ上がってるはず。小姫チャンネルがある。ちょっと待って待って、なんか Wi-Fi 繋がってない。え、今繋がった。はい、あ、だった。小姫んチャンネル。あ、あるね。普通に再生リストにある。小姫んアニメ第24話まである。意外と多いね。何話か見たこと。マンメロちゃん、マンメロちゃん。マンメロちゃん好きなの。ゆうなちゃんとかマンメロ好きだった。キョコちゃんこういうのヘアスタイルマネしたんですって思うじゃんって思うじゃん。だけど違うんですよね。実はVTuber の猫もぎとろろちゃんっていうこの髪型した。猫麦とろろちゃんっていうめちゃくちゃ可愛い VTuber の方がいて、その子なんかね、髪型が2種類あるんだけど、その子あのショートの髪型の時とハーフツインの時があって、そうなんか
そう、その子、そう、ハーフツイン、そう、配信するときそのハーフツインの方使ってることが多いから、髪型ハーフツイン、2人ともこのハーフツイン、いや、ハーフツインは多かった。あの東は分かんないけど、あんまりあの分かんないけど、西は3、4人いたかな、私含めて結構いた。ツイン系多かった今日は。ツイン系、リサと同じ髪型合わせてる、いや合わせてるわけじゃない、別に。その子の髪型ずっとしたくて、この間のビーコインでしようと思ったんだけど、この間のビーコインは結構ハーフツインが多かったから、え、ちょっとなと思って、そう、めっちゃかぶっちゃうと思ってやめた。この間のビーコインでしようと思ったんだけど、多そうだったから、多かったからやめた。ハーフツイン、今日は猫麦トロールちゃんっぽくした。トロナちゃん、トロナちゃんには通じるかもしれない、知ってるかな、みなみちゃん、トロナちゃん YouTuber だけどさ、2時3時とかが好きだよね、みなみちゃん。2時3時、トロちゃん2時3時とかじゃないんだよね、あのソロでやってる YouTuber の方だから。タルコは今のところする予定はない。あれパソコンのゲームかな、うん、やってあんまりルール分かってないけど、トロちゃんの足が見たくて見てる。そう、あんま分かってないんだけど、ちょっとラストと似た感じだよね。でもラストみたいな、なんか建物建ててではないけどさ、あれだよね、なんかその敵なんていうの難しい、なんか若干しか分かってないみたいな、物集めて持って帰る、確かにそんなあれだよね。でもなんかちゃんとは分かってないやったことない、トロちゃんの配信見たくてさ見てるだけだから、あの敵倒したりとか、ちゃんトロコフとバロメインでやってるよね、配信。トロコはもう分かんないんだけど、なんか見てるトロちゃんが可愛い。でもそんなに見れてないからさ、もうちょい見れた、見てたらちょっと内容分かるんだろうけど、あのゲームの感じとか、こういうゲームみたいな、あんま見れてないからな。でも何かで見たんだよな、タルコフどんなゲームか調べたのかな。なんか そうだそう、ラストの時にあの2回目、その2回目っていうのかな、この間一番最近やってた方のラスト、ストサバのラストの時に、なんかなんだっけ、そう見てた方が、見てた配信者の方がトロールちゃんとそのチーム組んで、その時にそう、トロちゃんでもあれかみたいな、30日タルコフワイフ、ワイフどっちだっけ、なんかあのリセットされるやつがあるから、30日だっけ、31日かな、わかんない、そのぐらいに、それからタルコフの方に行っちゃうんでしょみたいな話してて、タルコフってなんだと思って、知らなくって、あれタルコフ調べた気がする、それで。タルコフ、
ワイプだ、ワイプ。なんかリセットされるやつ。ちょっとそういうこと、ワイプって。ワイプも全然知らなくってさ、ラストで初めて知った。いや本当に全然知らなくて、ラストだから、ラストのああいう感じのゲーム見るのもラストが初めてだったかも。えタルコフ全然知らなかった、最近知った。だから本当あんまだからルールも分かってない。それでタルコフ全然知らなくて、え何のゲームのこと言ってんだと思って調べて、あこういう感じのゲームかぐらいでしか何て分かってない。タルコフそう、なんかラストでそのワイプって言ってて、リセットされること、もう分かんなくて、ワイプも最初そう、ストサバ、ラストのストサバ見て知った。え本当にこうゲーム見る、ゲーム配信見るようになったの最近だからさ、あんまり知らなくて、そういうのゲーム用語みたいなやつ、エペのやつも全然知らなくて、エペのそのゲーム実況のやつ見てから知った。修行みたいなゲームでどんなに頑張ってアイテム集めても、あれなんだ、何かやった、あれだからワイプかあれ倒されて、確かに書いてた、そのなんかそのあれだよね、なんかその自由度が高いさアイテムとかを集めていくゲームなんでしょ。だけどその敵っていうかさ、そのやってる人倒されたらもう全部持ち物なくなるみたいな、違ったっけ、なんかそんな感じのこと書いてた気がする、なんか調べた時に。タルコフが本当に何か分かんなくて調べた。そうでもあんま見れてないんだよね、トロルちゃんのそのタルコフの配信も見れてないから、あんま分かってないんだけど、本当に数回しかまだ見たことがなくって、そうだからちょっとね、これからそっかしくなる予定。タルちゃんの配信見て、タルコフあんま分かってない、まだ。明日からお話し会の方も始まる。そうお話し会、明日からお話し会さ、誕生日当日お話し会の、お話し会があるんですよ。お話し会のじゃないわ、そう誕生日当日に11月3日ぜひ皆さん来てください、その日以外も。3日にあるのは嬉しいんだけどさ、部数がちょっと減っちゃったので、次のシングルでは増えるように、次のシングル、次のお話し会で増えるようにちょっと、ね、頑張んなきゃな。完売ね、完売、え完売狙いたいね、確かに。そう誕生日にあるんです実は。
しんぶりたくさん買ったらたくさんいてしてくれますか。たくさん来てくれたらその分話せる時間も増えるので、たくさん何お話できる。あ、南部がおすすめ。ちょっと待って、南部と南部があったっけ。ちょっと待って、なんかその日にあるっていうのは見たんだけど、南部と南部があってみたいな、この部はこれでみたいなやつをあんま確認してないちょっと待って、え、なんだっけな、2、3部。ちょっと待って、南部だ。ちょっと待ってね、遅いな出るのが。誕生日7と8、遅めだね、遅めだ片言みたいになっちゃった遅めだね。あ、これ変わってるか。11月3日どっちもサインか。どっちがおすすめ？え、むずいな。どっちも、誕生日はどっちもおすすめかな。誕生日だから。遅め、7、8分。ツーショットサインならどれがおすすめ？どうだろう。ワンショットツーショットサイン、むずいな。どれもおすすめだけど、そうだね。みんな的にはどれがいいんだろうね。ツーショット、まあツーショットは一緒に写真が撮れるっていうのがいいでしょ。ワンショットはその日の写真が残せるでしょ。デザインだったらそういろいろ書くし、でもあれなのかな、みんな的にはなんかサインが人気なイメージがある。もうちょっとツーショットやる。サインメッセージとかも書いて、サインはね、そういろいろ書いてる。紙が、なんていうの、紙か、紙っていうのかな書くやつ、サイン色紙、色紙かな。そう、裏にも書けるんだけど、裏にも書いてるから、いろいろ書いてます。サインって、サインはそのお話しながら書いたりとか、でも話しながらその書くの難しいから、オンラインお話し会、普通の握手会はそんなに得意なわけじゃないけど、だからそのお話し終わった後に書いたりとか。でしてるから。サインって後で、そう、そう、後日郵送されますね。似顔絵とか、似顔絵、センスないけど、それでもよければ。それでもよければ。クマ、あのクマはいつも裏に書いてる。裏にクマ書いてる。
嘘でも得意ですって言うと、いや得意って言ってさ来たら困るじゃん、いっぱい来たら得意って思われて期待されて来たら困るじゃん得意ではない得意じゃないかな、そういうイラスト系。見て描いたりするのは別にあれだけど。何も全員ああそういうこと？アサイン当たった方全員描いてるね、裏も表もみんな描いてる。今日小気味を見ました。小気味は会ってないです。会ってない。持って行ったけどいっぱい、めっちゃ持って行った。小気味のアクリルスタンドとかなんかね、ちょっとどこやったかいっぱい。小気味を見て、このアクリルスタンドケースを持ってて、私これ小気味じゃないんだけど、これはキキララなんだけど、キララが可愛くってキキララにしたんだけど、ちょっとねサイズがあれだから綺麗に入ってないんだけどさ、これ写真で持ってたアクスでしょ。これがこのこっちのバージョンの方が、あのピューロランドとかハーモニーランドとかにいたりとかする、こう実際に会った時の声よね。これはこれは実際に会った時の靴買った、え買ってないよ、これもともと持ってるやつです、持参したいつも飾ってるんだけど、そう持ち運ぶ用にこれに入れて、いつもここに入れてないんだけどね、飾ってる。いつもでこれはもうこれめっちゃ可愛いの。これハロースイートデイズっていうサンリオのアプリがあって、ゲームがあって、それの釘、それのいつのやつだろうかな、分かんないけど、釘ゲームの子犬、めちゃくちゃ可愛い。この子犬の可愛い、可愛い。これですね。この二つ持ってきた。今日メンバーに会った時にね、子犬を部屋にするかと思ったって言われた。子犬の部屋。お団子2つ、団子こんな感じ、団子。でも今日はね、そうトロロちゃんにしたかったんだよね確かにお団子2つもありだった。お団子ここら辺、お団子2つ確かに言われてみればありだったかも。でも今日トロロちゃんの方にしちゃった。トロロちゃん部屋、そう、うん、夜こっちにするとかすればよかったな。何がきっかけでこの世の中になる、いつだろうね、いつ好きになったかもう覚えてないんだよな。気づいたら好きだった。でもあれかな、ツイッターとかに画像が流れてきてそっからかなのかな、もう覚えてないんだよね、いつ好きになったかも覚えてない。って人もトロロやと思った人は多分いない、絶対ないよ、絶対ない、絶対ない。えでもさ、めっちゃトロロちゃんっぽい感じ、なんかわかる、こうさ後ろに倒すようなさハーフツインじゃなくてちょっと前にあるからさ、わかる、こうあのトロロちゃんっぽい、めっちゃいい感じにトロロちゃんトロロちゃんトロロちゃんのハーフツインみたいな、
言ったわけじゃないんだよ別に、こういう感じでみたいな、ハーフツインでって言ったらいい感じにトロルちゃんっぽくなっててびっくりした。えそう、髪型何するって言って、ハーフツインでって言っただけなんだけど、それしか言ってないんだけど本当にね、めっちゃトロルちゃんっぽい、このちょっとこうなんていうの、こう前から見える感じの、こうさ後ろ向きのハーフツインじゃなくて、わかる、こうあんま見え、なんていうの、ちょっと抑えめのハーフツインじゃなくて、ちょっとさこう前から見えやすい、見えてる感じがトロルちゃんっぽい。トロルちゃん、あそう、トロルちゃんこの子みたいな感じでって見せたわけでもないし、そう言ったわけでもないんだけど、トロルと検索したら、猫麦トロロちゃん、猫麦トロロって言ってたら出てくるかな。そう、めっちゃ可愛いんですよ。いいキャラしてる。トコムギトロロ、そうそれ正解、それだと思ってた。リボンつけたりよくない、確かにね、リボンがあればね。でもな、今日コンサートだからな、お話し会とかだったらいけるかもだけど、今日コンサートとかつけない、あ、そうそう。今日はトロロちゃんヘア。でもちゃんとこういうのいろいろ、なんかマスコットキーホルダーみたいなやつとか持って行って、あ、そう今日シールも持って行ったんだけど、シールでも使わなかったの、結局とか貼りそうだったら貼ろうかと思ったけど結局使わなかった、まだケースに入ってる。ケースこの袋に、かわいい、これなんかいろいろ持って行ったんだよ、だから今日持ってったやつは、もうこれはもう小姫もずっとこの袋に入れてて、汚したくなくって、本当に汚したくなくって、小姫白いから汚れちゃうから汚したくなくて絶対に袋に入れたまま持っていった。まだ入ってる、本当汚したくないから、小姫のやつと反対側に入ってる感じですね。汚したくなくってね、袋に入れたままついたんだ。なんかやった。めっちゃ持っていった。なくしたでしょ？シール。シールは使ってないけど。そう、くらいかな。でもメイクポーチも多いようなんだけど、まあ、メイクポーチは絶対いるから。今日三流でするか持って行ったってわけではなくて、あれはいつも使ってるポーチ、お仕事の時とか、いろいろ持ってった。でもそう汚したくなくって、小気味もこれはさ、まださ汚れても落ちやすいじゃん、汚れがこうなんかプラスチックだからさ、OK だけど、こっちの濃い麺はもう汚れちゃうとちょっと大変だから、汚れが落ちなさそうだし、だから服に入れたまんま持っていった。写真撮る時だけ出してもすぐ閉まってみたいな。服の中に、服の中、汚したくないから。
絶対に汚したくない髪は。だから袋に入れて汚さないように。いろいろ持ってってどうする、いろいろ持ってって写真撮るつもりで写真撮った。さ、今日ツイッターとかインスタには載せてないか、ツイッターに載せたんだ。ツイッターに載せた。でもなんか絶対持っていくって決めてて、そういろいろこうアクセサリーとかマスコットキーホルダーとかこういうの持って写真撮ろうと思って。たくさん送って、コギメントのやつ送れるかな、コギメントのやつちょっと微妙だな、送れるか。そう、写真撮るように持ってた、いろいろ。今日もらってさ、いただいたさ、シナモンもめっちゃ可愛い。可愛いこの衣装。お花？うん。可愛い。で、しーちゃんの鏡。裏鏡になってる。ハンドミラーみたいな。可愛い。で、マイメロちゃんの、マイメロちゃんの、これタオルなんですよ、実は。タオルって書いてある。タオル、すごくない？なんかこういう変わったやつ好き。はーい、嬉しい、そっちをいただいて。めちゃくちゃ嬉しい。ホテルカフェの衣装三流にあって、あ、そう、今日。あの多分ね、そのかわいいフェスティバルの時に、そう、かわいいフェスティバルっていう曲、三流の曲を一緒に踊ったんだけど、メンバー何人かで、と、チームウエスト西日本はあのシナモンくんと一緒に踊ったんだけど、そのシナモンくんの衣装に合わせて多分あの衣装だった。で、逆に西日本はマイメロちゃんの衣装の感じに合わせて、そう、一緒になってて、だからちょっとね、一緒のこう似た感じ、お揃いみたいな衣装で、それが余計可愛い。全員同じものをいただいた、めっちゃ嬉しい。ツイッターとかとは違うから、あ、こういうの写真ですか。いやね、いろいろね、権利とかがあるからね、わかんないって。そういう意味でね、そう、ツイッターとかだったら、メールだとね、いろいろあるからね、ちょっとわかんない。エイト君は今回出てないですね。キティちゃん、キティちゃんの水もらったよ。めっちゃ飲んでた。うん、持ってるけど。キティちゃんの水。キティちゃんの水プレミアムしてるから大丈夫。あ、3両いけるのか。そう、いろいろあるからね。ツイッターとインスタは上かも、プレミアムの問題。逆なんだよな。ツイッターとインスタは
大丈夫だけど、プラメってさ、そのメールってさ、あれなんだよね、その言ったらさ、その登録をしてもらってあれだからお金が発生してるのね。それのだから権利があるからっていう意味でよ、そういう意味。だからツイッターインスタはそうあれだ、逆に言えば大丈夫な、そう、そこが関係するからね。だからそう権利があったりして微妙かなと思ってたけど、ももちゃんが載せてたならいけそう。わかんないけど、そういうのがあるからね。意外と詳しい。いやね、こういうのはしっかりしてないとダメだからね。気にしないとね、ちゃんと大事だから、そういうのってありがとう本当に。でも今日さ、いつもさどんな感じしてるっけ。あ、普通にちょっと後ろめだっけ、これより。いつもの感じが分かんないんだけどさ、まあ、ちょっと今日横目だよね。あ、逆に今日はそれがいいんだけど。いつもどんぐらいだっけ、もう覚えてないな、最近やったっけ。ついハーフツイン、そもそもいつももうちょい後ろだよね。今日ちょっと横に。でも今日は逆にそれがいいの。トロルちゃんっぽい。トロロちゃんの声真似も、トロロちゃんの声真似むずくない？トロロちゃん、トロロちゃんでも結構特徴的だよね、声とか喋り方。うん、それが可愛いんだけどね、トロロちゃん。今日もやるかな配信。ちょっとタルコフちょっと勉強したい。あんま分かってないからルールを。じゃあトロロちゃんの配信見て、なんかさ、いろいろさタルコフのルールとかさ調べてみるのもいいけどさ、そういうのだけ見てもあんま分からなさそうだからさ、しっかりそちらの配信を見てちょっとルール覚えたいから。なんかちょっとタルコフ見たいんだよな。あんま分かってない。ルール、釈迦さんとかよく、釈迦さんの配信はもう見たことなくって、切り抜きはちょっとだけ見たことがあるぐらい。切り抜き、しかもゲームの切り抜きじゃない切り抜き。なんか釈迦さんが他の配信者の方のなんか面白いクリップとかを見てる配信の切り抜き。ややこしいよね。あの釈迦さんが他の配信者の方面白いクリップを見てなんかいろいろ言ってる配信の切り抜き、わかるかな。難しいよね、なんか。そう、それしか見たことない。なんかちゃんとゲーム配信してるの見たことないかも、釈迦さん。釈迦さんを知ったのもつい最近。本当に
いつだ、あのラストのストサバで知った。その最一番最初そのダルマイズゴッドさんの配信を見てて、その後の切り抜きがめちゃ面白くって、ラストの切り抜きがで見てたんだけど、その時になんだっけな、その切り抜きのやつかな、それは。そのなんかラストって今誰が一番なんかその権力持ってる強いのみたいな話になってて、釈迦さんが強いよみたいな、釈迦さんのところが強いよって言ってて、それで知った釈迦さん。ラストってあの人を倒したら文字が赤くなるの、名前のところが、そう、釈迦さん赤くなっててノイモカだった。ラストやってないね、私やってない、ラストやってないや。ストサバめっちゃ面白いな。知ってる配信者さんかな、配信者さんは。でもそのラストで知った、いろいろそれまで全然知らなかった。それのストサバ、ストリーマーサーバーのやつでいろいろ知った。それまで全然見てなかった。なんか本当エペの数人、エペの配信してる方数人見るぐらい、それが全然知らなかった。ストさんの料理見てる、料理見てるの面白い。あ、釈迦さんが見てるやつ、それもね、なんかね、切り抜きかな、なんか見たな、なんか見た、なんか途中であの防音材使ってまな板作り出すやつとかなんか面白かった記憶ある。びっくりした、真面目にそれをやってんのが。そう、それに釈迦さんがを見て、釈迦さんがそれを見てそのいろいろ言ってるっていうの、クリップ、クリップ違うな、切り抜き、切り抜きを見た、多分、多分切り抜き。配信の丸々のアーカイブじゃない、切り抜きを見た。トヨちゃん、釈迦さんが手をクリップもらう、あー見てないやそれ、面白そう。でもうちは持っていためっこでした、ありがとう、ありがとう。うちはうちを見つけられて嬉しかった、いろんな方。楽しかったな今日。ピューロ、ピューロ普通に行きたくなった、行けなかったからさ、まあもちろんなんだけど、いろんな、そのなんかピューロ内行ってないから、ピューロ内はいたけど、ピューロ内行けなかった、違うの、ピューロ内にはいたんだけど、そのなんていうの、会場以外には行ってないから。そう、行きたくなった普通に。ひなこと、そう、ひなこと、なんかピューロ普通に行きたいよねって話して、え、ちょっとまた行こうよって話した、今日。そう、最後ひなこと行ったことあるんだけど、3年前ぐらいに行ったのしかないから、そっから行ってないから、久しぶりに行きたいねって話した。ピューロに行きたい、普通に、普通に遊びにピューロに今度行こうっていう話をした。そう、普通に行ってなんかキャラクターとグリーティングしたい。グリーティング、いや、もやっぱいいね、グリーティング、ああいう会えるのって。グリーティング行ったことなくって、もうめっちゃ並ぶからさ、行ったことなくってさ、やっぱいいね、直接会えるって。可愛いね、キャラクター、初めて会ったんだけど、あんな近くで。
そう、なんかショーに出てるやつしか見たことなくて、そのショーに出てる時マメロちゃん見たんだけど、目の前ぐらいにいて、目の前なんか、ね、ちょっと上から見てたんだよね。そう、下にいて、で上も見てくれて、そうめちゃくちゃ可愛かった。そう、グリーティングいいね。グリーティング行きたいな、並んでも行きたいな普通に。また船のやつ点検中、船のやつ前回行けなかったんだよね。でもあれなのかな、ハーモニーランドのやつと似た感じなのかな、見たことないか分かんないけど、ピエロのは。ハーモニーランドにも似たようなアトラクションがあって、その船でボートライドみたいな、船乗ってこういろいろこうサンリオのキャラクターたちと一緒にパーティーに行くみたいな、みたいなやつがあるのね、アトラクションが。それは何回も乗ったことあるんだけど、そう、ピューロのやつはその毎回撮った時はなんか点検中でやってなくって、その乗ったことないんだよね。似たような、でも似たような感じだよね、きっと同じようなアトラクションだもんだって。なんか内容は結構違いそう。普通に行きたいピエロ。50分ありがとう。あれしてんのよ、なんかさ前ピエロに行った時にさ、でっかいさガラガラこうなんか回すやつ、くじみたいな、あれもう一回やりたい。そういうくじ好きなんだよね。じゃあ13位からランキング読みます。13位、ジャックスのさんありがとうございます。12位、筋肉愛好家さんありがとうございます。11位、プッチーニさんありがとうございます。次10位、バトニーさんありがとうございます。9位、ハマーさんありがとうございます。8位、ミーティアライトさんありがとうございます。次7位、としのりさんありがとうございます。6位、とわさんありがとうございます。5位、ラスカールさんありがとうございます。4位、香港の春もアットマーク8の日お疲れ様でしたさんありがとうございます。変わったね、もしかしてランキング変わったね。13位からうちもう変わりますね。13位、バトニーさんありがとうございます。次12位、ハマーさんありがとうございます。11位、ミーティアライトさんありがとうございます。10位、筋肉愛好家さんありがとうございます。9位、マルさんありがとうございます。8位、としのりさんありがとうございます。7位、 WY アトマーク影の守護神さんありがとうございます。6位、トアさんありがとうございます。5位、ラスカールさんありがとうございます。4位、香港の春もアットマーク8の日お疲れ様でしたさんありがとうございます。3位、とわかっこニセさんありがとうございます。ニセ2位、ごめん先生さんありがとうございます。そして1位がトッシーベビースターマンさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信も今日と同じぐらいにするかな、夜今日と同じぐらいだと思います。今日もじゃないわ、今日と同じぐらいからかな。11時台に始めるか、11時より前にできそうだったらするか。今日は早く寝よ。今日めちゃくちゃ朝早かったから。帰りの移動ほぼほぼ寝てた。爆睡してた。
今日はめっちゃきっとめっちゃ寝るな明日。トルちゃん配信してる？やばい見ないと。タルコフかな。ちょっとタルコフ勉強したいからルール分かってないからあんま。早く寝るとか言ってきながらしっかり配信見ようとしてる。そうちょっとタルコフ本当にルール分かってないからちょっと見ないとついていけないからさ。あそうツイッチで見てる。ツイッチちょっとトロちゃんの身を。ツイッチあとでひろこ配信終わったら。でもそう、ね、早めに寝るかな。まあいいや眠くなったら寝よう。そうしよう。トルちゃん寝起き？やばい。え、まあ、そうだよね。いつも朝までしてるもんね。いやでもそれは全部は見ないわ。さすがに見れない。私が無理だわ。やばい。そろそろかな切れちゃう。じゃあ明日もきっと今日と同じぐらい今日と同じ時間ぐらいでやると思うのでぜひまた見に来てください。ありがとうございました。おやすみなさい。また明日。おやすみ。ありがとう。バイバイ。おやすみなさい。ありがとうございました。